嘘キヒュプノスが壊れちゃったの機械で誇り高き魔物を操った報いでしょうと止まりなさい止まれ <laughs> <laughs> だ誰 かわい,いお嬢さんここは見逃してあげるからさっさと消えなあなたデセアラのミコそうミコ様が見逃すって言ってるんだぜさっさと行きなヴァンガードのアリスちゃん アリスちゃん、あなたみたいな人嫌いじゃないかもま今回は仮にしておくわねミコ様いやあ君がマルタちゃんだったのかうるわしのドア未亡人の依頼で助けに来たぜ。 あついでに何とかっていう漁師と君の連れの何とか君もエミルですああ何とか君ねでマルタちゃんケガはあなたがテスヤラの巫女だったんですねロイドの仲間のロイドはあいつはどこにいるんだお前らなんでロイドを探してる あいつはあいつはお母さんたちの仇だ復讐のためってかあいつは私たちが探している宝石を盗んで逃げた大罪人よ <laughs> 物知らずのガキどもに話すことは何もねえよ <laughs> 悪いが。 ロイドを仇呼ばわりするやつとは付き合わないことにしてるんでねこれで失礼させてもらうぜあいつもロイドを信じてるんだねコレットみたいにコレットとは違うよあいつは僕たちのこと全然信用してないって顔してたきっとあいつは目の前でロイドが人を殺してもロイドを信じるようなボンクラなんだエビル 気持ちは分かりますが落ち着いてください海のしけの件はどうするんですかトマスさんの話ではここに住むレモラが原因だということでしたがあっそうだったよねどうしようせっかくここまで来たんだしもう少し奥まで行って調べてみようよダメかなううん、うん、どのみちシの原因は調べなきゃいけないんだもん行こうよ うん。エミル、ありがとう。私、エミルのこと大好き